みんな元気でやってるか。ダウンタウンの松が揉めてるな。うん、やってたね。あれは CX フジテレビで、和田貴子チームとクイズ番組だよ。で、加納天明チームとのがあって、それでバトルするんだけど、加納天明チームの下に初めて東京に進出したダウンタウンが来たわけよ。その時に聞いたのよ。お前らどっちがダウンでどっちがタウンなんだよって。そしたら、あれは浜が言ったかな。いや、二人合わせてダウンタウンって言うんですよって。どっちがダウンでタウンか知らねえけど、片っぽダウンしちまったからな。残るのはタウンだけかよ。どうするんだろうね。まあいずれにしてもタウン頑張れよ。じゃあな、みんな。